コナンディ・グレイは、米国出身のシンガーソングライター、インターネットセレブリティ。10代の頃から YouTube にビデオブログやカバーを投稿し始め、2018年にリバブリックレコードと契約を結ぶ。デビュー EP、サンセットシーズンは3億回以上のストリーム数を記録。2020年3月にリリースされたデビューアルバム、キット・クローは、全米アルバムチャートで、 初登場5位を獲得し、アメリカで2020年最大のデビュー実績を残す新人アーティストとなった。グレーはスポティファイで最もストリーミングされているアーティストの一人であり、彼のヒットシングルマニアックは1億回以上ストリームを記録している。マニアックは2020年4月現在、米国、カナダ、オーストラリアでゴールド認定を受けている。コナン・グレーは 1998年12月5日に、アイルランド人の父親と日本人の母親のもと、カリフォルニア州サンディエゴのレモングローブで生まれた。コナンが1歳から3歳半まで、祖父の介護のため2年間、家族で日本の広島県に住み、その頃は日本語も流暢に話すことができた。グレーの両親は、彼が3歳の時に離婚。彼は、 ドローマイライフという動画で幼少期の経験や心境について詳しく述べている。父親が軍隊にいたため、幼年期に12回も引っ越しを繰り返した。学生時代たびたびアジア人差別によるいじめにあい、アジア系の生徒が5人しかいない学校に通っていた時期もあったという。小学校6年生の時にテキサスョージタウンに移住。テキサスでの生活は、 彼の芸術と音楽に多くの影響を与えた。高校卒業後は UCLA に入学し、カリフォルニア州ロサンゼルスにあるアパートに引っ越した。グレーは9歳で動画制作を始め、2013年に YouTube の公式チャンネルを作成。音楽や芸術など様々なコンテンツの動画を作成し、2500万回を超える視聴回数を記録している。 2017年3月にデビューシングル、アイドルタウンをセルフリリース。スポティファイで1400万回以上ストリーミングされ、YouTube で1200万回以上再生された。2018年10月にシングル、ジェネレーションホワイ a 同年11月にデビュー EP、サンセットシーズンをリパブリックレコードよりリリース。デビュー EP は、ビルボードトップヒートシーカーズアルバムチャートで2位。 ビルボードを200で116位を獲得。ガール・イン・レッドと共に初の北米ツアーを行った。グレーはパニック・アット・ザ・ディスコのオープニングアクトとしてツアー公演を行い、イギリスのザ・グレーとエスケープ・フェスティバルの出演も果たした。その後2019年2月にグレーが高校1年生の時に YouTube で公開したシングルザ・ザ・ザ・サイドを再リリース。 3月から10月の間、グレーはデビューアルバムキットクロウ』よりいくつものシングルを先行リリースした。10月に彼にとって2回目となる北米ツアーに乗り出し、ニュージーランドのアーティストベニーとアメリカのシンガーソングライター海をサポートアクトに迎えた。2019年のショーティーアワードにて最優秀 YouTube ミュージシャン賞を受賞し、ストリーミー賞ではブレイクスルーアーティスト賞に ノミネートされた。コナン・グレーは2020年1月9日にデビューアルバムのタイトルを解禁。アルバムに収録されているシングル、ザ・ストーリーをアルバム発表と同日にリリースし、アルバム発売日の2日前に、Wish You Are Sober をサプライズリリースしてファンを沸かせた。シングル、マニアックも人気を集め、オーストラリア、アメリカ、カナダでゴールドディスクに認定された。 デビューアルバム、キット・クローは2020年3月20日にリリースされ、全米アルバムチャート初登場5位、US ポップアルバムチャート1位、トップアルバムセールスチャート2位を獲得。アメリカでは、カミラ・カベヨが2018年に発売した、デビューアルバム以来、最大のデビュー実績を残す新人ソロ、ポップアーティストとなった。2020年4月、ホーブスは2021年のグラミー賞で、 最優秀新人賞受賞候補者の予測でグレーを候補者の一人として挙げた。グレーはテイラース・ウィーフとの大ファンで彼女が作詞家としても人間としても彼を育てたと述べている。またグレーの EP サンセット・シーズンはロードのデビューアルバムピュア・ヒロインからヒントを得たと語っている。他にもディキシー・チックスとアデルは彼の音楽的インスピレーションであり、 BTS の V や彼の親しい友人のビリー・アイリッシュのことも賞賛している。ありがとうございます。